皆さん、こんにちは。相田相談員です。今回は、リースバックの勘違いというお話をしたいと思います。最近、何かと話題のリースバック。そのためか、住宅ローンの返済に困っている。あるいは、住宅ローンを早期に返済したいという理由から、リースバックを検討しているという方も多いのではないでしょうか。でも、その一方で、このリースバックに対する勘違いや思い違いから、こんなはずじゃなかったというトラブルがよく発生しています。そこで、今回はそんなリースバックのトラブルは、どんな勘違い、思い違いから発生してしまうのか、代表的なものを3つ考えてみましたので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。まずは、1つ目。そのまま住み続けられるわけではない。リースバックを行うと、自宅を売却して、賃貸借契約を締結することになります。この賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。普通賃貸契約の場合には、通常のアパートやマンションなどと同じように、期間が満了しても契約を更新することができます。一方で、定期借家契約の場合には、期間が満了した場合には、契約が終了となりますので、あなたは自宅を明け渡すことになります。もちろん、事前に契約の延長について取り決めが行われていれば、再契約することも可能なのですが、よくあるのが、自宅を勝手に売却されて、所有者が変わってしまい、再契約や更新を拒絶されてしまうというケースです。リースバックはいつまでもそのお家に住み続けられることを保証されているわけではありません。通常2年間の契約で再契約や更新を行うことになります。ですから、リースバックを行う場合には自分が希望する期間まできちんと住み続けられることができるのかどうなのかを確認し、本当に信頼できる相手先と契約を締結する必要があるのです。二つ目、自宅はあなたのものではありません。リースバックを行うと当然のことなのですけれども、自宅はあなたのものではなくなってしまいます。よくある質問に、リースバックを行ってもリノベーションやリフォームができるの？というのがありますが、結論から言うと答えは基本的にノーです。なぜなら、自宅はもうあなたのものではないからです。他人から借りたものを自分の好きなように勝手に変えてしまってはダメですよね。例えば、通常の賃貸と同じようにリフォームでも軽微なもの、あるいはクロスの張り替えや水回りの手直しなど通常の使用に伴うリフォーム工事は認められているケースが多いようです。でも、間取りの変更など大掛かりなリノベーション工事などは自分の判断で勝手に行うことはできません。なぜなら建物の価値を大幅に変えてしまう可能性があるからです。また建物が古くなったからといって勝手に建て替え工事を行うこともできません。原則的に所有者の許可が必要となります。これらの点はそれぞれの契約内容によるところが多いのですが、いずれにせよ、リースバックを行うと、もはやあなたのお家ではなくなってしまいます。今までと同じように何でも自由にできるというわけではないので、注意が必要です。三つ目、希望の金額にならない。リースバックにより設定されている賃料は、周辺相場よりも割高になる傾向があります。通常、一般の賃貸が周辺相場を元に決められていますが、リースバックの賃料は売却金額を元に決められます。ですから、リースバックを申し込む際には、自宅の価値や周辺相場を把握し、複数の不動産業者から査定書を取り寄せ、売却価格や賃料が適正かどうか判断する必要があります。このように、リースバックはきっとこうだろうという思い違いや勘違いが非常に起こりやすいのです。ですから、
リースバックの仕組みや流れをよく理解しておかないと、こんなはずじゃなかったというトラブルがよく起こります。ましてや、住宅ローンの返済が厳しい方で、リースバックを利用しようという場合には、時間がない中での判断となりますから、より慎重に契約の内容や条件を精査する必要があります。場合によっては、リースバックではなくて、他の方法を選択した方がいいという場合もあるのです。もし、住宅ローンの返済に困っている方で、リースバックを検討してみたいという方は、ぜひ一度、この窓口にご相談いただければと思います。ご相談は完全無料です。秘密厳守で対応させていただきますので、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。また、このチャンネルでは、離婚とお家で悩んでいらっしゃる方、住宅ローンの返済に困っていらっしゃる方、LGBTQ の方への支援、応援、また物件情報を配信しております。皆様からのご連絡、お待ちしております。